篠原寅一1月14日から1980年5月30日は、日本における西洋音楽黎明期のバイオリニスト、音楽教育者、指揮者としても活躍した。吉原院の聖火、篠原家出身で、先祖は篠原ながらに遡る。1921年、金沢市で第1回演奏会を開く。大正時代に、イタリア人、フランチェスコ・フザーリを、 ロシア人、ミハイル・ウェックスラー。昭和時代には、ドイツ人、ウィリー・フライに支持。近城管弦楽団、コンサートマスター。1946年、金沢原楽合奏団を創設、主催。文科生を中心に創立された、金沢大学フィルハーモニー管弦楽団を指導。後進を育てた。1972年、北国芸能賞受賞。 石川県議会議員となる、篠原城吉の長男として、金沢市に生まれる。虎市という名は、城吉と親交のあった、富津博人から送られた扇子に書かれていた、漢詩、猛虎一世三月孔から取られた。また城吉は、犬飼武士とも親交が深く、43歳で、他界すると、犬飼は、息子の剣を連れて、城吉の母さんに訪れ、虎市には、 無視であれという言葉を送っている。以後、トライチとも信仰が続いた。トライチが音楽に関心を抱くようになったのは、広大な屋敷の庭続きの隠居所に、当時としては、極めて珍しく、ピアノがあり、おばの篠原和江が弾いていたことによる。石川県内でも指折りの潤沢な資産を音楽を、はじめ、写真、油絵、盆栽、バラ園芸、クレイ射撃、魚釣り、 金魚飼育などの趣味につぎ込み、どれも苦労と裸足の息であった。また、石川県第一号となる大型バイクを購入し、楽しんだ。石川県立金沢第一中学校時代には、野球部に所属し活躍した。当時、自宅に遊びに来ていた学友の中には、後に、石川県知事となる柴野脇を、金沢市長となる岡良一がいた。父、 上吉が明治大学の表議員をしていた関係で明大余科に入る。スタンフォード大学への留学が決定すると退学届を提出した。しかし、出向直前に大病を患い、アメリカ留学を断念せざるを得なかった。1929年、東京音楽学校を卒業したキミコと結婚。長女が生まれるが、すぐにキミコが病死した。1932年、 三村徳寺のいとこの息子と、再婚、10年後に長男が誕生した。ウィリー・フライとは、指定関係を超えた、友人関係に発展した。フライは、日本交響楽団の指導者でもあったので、黒柳守綱も指導を受けたが、日教、N 教団員の岩渕龍太郎、斎藤博清水明、岡田つ一郎、松本善三、また大野久置、 田中時子など、今日の日本のバイオリン界の土台を築いてきた人物が、トライチの同門にあたる。フライト・ローゼンシュトックは、ナチスを逃れて来日した地域の中であったので、トライチは、ローゼンシュトックとも親交を持つようになり、東京芸大の声楽教授、ブーファペーニフィヒも加わって、夏には、山中湖にあったフライの別荘で日々を過ごす間柄ながらとなった。トライチの愛用したバイオリンは、当時、 フライの名器として、バイオリニストの間では水煙の的であった、フライの演奏会用のバイオリンを譲り受けた、ものであった。終戦直後、文化混和会主催のもとに、川口つね子とジョイントリサイタルを、金沢市で開き、戦後の音楽活動のスタートを切る。1951年には、同門の大野久沖、岡田勤一郎、ピアニストの大田節子の参上出演を得て、 金沢市公街堂で、篠原虎市リサイタルを開催した。曲目は、日本初演となる、バッハ、バイオリン二重競争曲に単調、ビバルディ、バイオリン、三重競争曲であった。楽譜は当時、日本にはなく、フランス大使夫人から借りたものだった。戦後、富山市公街堂で開催されたシュトゥットガルト、室内管弦楽団の演奏を聴いた虎市は、弦楽合奏は、 大編成でするものではない。技術を磨いた少数精鋭のメンバーで落ち着いた雰囲気の中で演奏するものだという考えに至った。今日、日本のクラシック音楽界も充実し、大編成のオーケストラで大音量にかまけた演奏が、当たり前のように一般化している中にあって、質を追求するとし、金沢には、室内オーケストラとしてのオーケストラアンサンブル、 金沢が存在するが、トライ市の景岸は、その誕生を、あたかも予期していたかのようで面白い。1976年、当時の NHK 交響楽団コンサートマスター、川上久雄も駆けつけての、篠原寅市音楽生活55周年、記念演奏会を、金沢市で開催した。1980年2月9日放送の、音楽の広場にゲスト出演した。 同年5月30日、酒と音楽をこよなく愛した、石川県の元の父、篠原虎一の生涯に幕が下ろされた。ザウの名は、チェロ界の巨匠パブロカザルスの次の言葉であった。文下生の中からは、川上久を、松中久典、金山重と、日々光一、木戸博也などが出ている。また、学者に専念、医師、ユニークな活動をしている者、金丸康則。 島大二郎、和島忠浦も、虎市の門下生である。石川県金沢市の大山墓地に葬られる。お大寺は、総当州、東雲寺。ありがとうございます。